皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、1995年公開の、コピーキャット。現代、コピーキャット。監督はジョン・アミエル。脚本は、アンビダーマンとデビッド・マドセン。主な出演は、シガニー・ウィーバーは、ホリー・ハンターは、ハリー・コニック・ジュニアは、など。犯罪心理学者のヘレンは、講演会場のトイレで青年に襲われて以来、屋外恐怖症となり、マンションの一室に閉じこもって暮らしていた。1年後、サンフランシスコでは女性ばかりを狙った猟奇殺人が多発し、警察はヘレンに協力を要請する。というストーリー。羊たちの沈黙のヒットを受けて制作された、サイコスリラー映画群の一つだが、コピーキャットという犯罪者のアイディア以外は特筆するものがない本作。最大の欠点は、犯人の顔が思いっきり分かってしまっているので興ざめしてしまうこと。そして犯人を絞り込むというドラマに焦点が定まっていないため、途中で物語がだれる。特に途中の若い刑事のエピソードは全くの打足で、何のためにやるのか謎。ということで、評価は。Thumbs down.